那覇港を出発地とする路線に就航したのは MSC ベリシマ。全長およそ315メートル、5500人以上が乗船できる大型クルーズ船です。旅行客は県外や海外から飛行機で沖縄に集まり、那覇港からクルーズ船に乗るいわゆるフライクルーズ型なのが特徴です。クルーズ前日に沖縄に入り、 1>, 1日本島に滞在してから出発するため観光消費などの経済効果が期待されていますまた出発地が那覇港のため県民に身近なのも特徴で今回那覇港で乗船した客およそ3000人の半数は県民残りが県外・国外からのフライアンクルーズ客だということです今回のクルーズでは石垣島や台湾のキールンに寄港し キールンでおよそ1500人を乗せて、17日に再び那覇港に戻る予定です観光客の皆様のニーズというのは多様化していますので、これまでの沖縄観光だけではなくて、新しい観光のコンテンツとして、このクルーズを活用した観光というのは、これからお客様には非常に選ばれてくるんじゃないかなと思っています。MSC ベリシマは 今月から3月にかけて那覇港を発着するクルーズを合わせて12本運航する予定です。